YouTube ライブイベント開催。3月11日、18日、25日の土曜日、夜の8時から10時まで、学びズムで浪人生活を送った卒業生に聞く、学びズム寛予備浪人生向け説明会2017を行います。ライブで質問を受け付けて回答する形になります。浪人生向けですが、現役生ももちろん参加可能です。皆様、ふるってご参加ください。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トークサイドを始めていきましょう。学びズムの吉田です。学びズムの山城です。こんにちは。こんにちは。はい、今回の質問です、はい、浪人します、まずどのレベルから勉強をスタートすればいいのでしょうか、という内容です。なるほど、うん、そうですね、難しい。まあ現役時代に目指してた大学とか今のね、その浪人を決意した時の実力にも差はあると思うんですけれども、けどもうほぼ全ての浪人生が、うん、東大京大以外の浪人、うん、目指す以外の浪人生が、うん、そうですね、基礎からですかね。基礎から、はい、なるほど、教科書ぐらいのレベルからです。うんうんうん、僕は浪人してないんですけど、まあ大地さんの高校もそうだったかもしれないですけど、大体進学校って言われる高校って、うん、実際半分ぐらい浪人するじゃないですか。するな、するしますよね、うん、でその浪人生の友達が、最初びっくりしてたのが、8月までその河合塾であったり駿台とか、うんうん、まあ、大手予備校では夏までひたすら基礎固めをするんですよ、うんうんうん、どんな志望校であったとしても、うん、京大東大は除きますけど、うん、っていうところで、まあけどその夏終えたタイミングでその浪人生の子たちとちょっと喋ったりしたら、うん、いやこんな基礎抜けてると思えへんかった。なるほど。でその阪大志望の子とかが言うてるんですよ、うん、だからいかに、基礎がね現役時におろそかだったかっていう話ですよね、うんうん、なので必ず基礎から、固めに行くことをお勧めします。全教科、うん、本当に教科書レベルのところから、うんうん、じゃないとその上に何積み重ねてもグラグラしてる状態なので、まあ応用聞かせれませんから、夏まではしっかり教科書ぐらいのレベルをして、そこからね応用問題解いていってもらえたらなと思います。そうな、まあ、ちゃんと基礎入ってたら、まあ、受かってたわけだからね。そうですね、うん、はい、うん、その過信もちょっと怖いですよね。うん、そうね、うん、合格最低点マイナス2点とかで落ちてしまった浪人生は結構僕心配です。うん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 、あとマイナス2点やったら俺は浪人生組の中では結構上位におるやろって高をくくってしまったらほんまに現役生に抜かれますよ。うん、うん、だからそういう過信する気持ちも抑えて、もう謙虚に基礎からやっていってください。うん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 、そしたら大丈夫ですから。そうね、はい、うん、大地さんどうですか。そうやな、うんと例えば自分、まあ俺も現役で立命に受かったけど、はい、例えば押してて浪人したとしたならば、はい、何をするかなって今考えてたんやけど、はい、俺古文がほんま無理やったから、はい、で国公立落ちたっていう感じやったんやけど、うん、古文が、はい、で古文が現役時にもしできとったら神戸受かってたかなというふうにも思うわけよ。ということはやっぱり落ちた子って、うん、得意な部分は、まあ、もちろんそのまま伸ばしていったらいいと思うんだけど、苦手なところ時間割かれへんかったっていうのが多いと思うんだよな。どうしても現役で時間がなかったから。だから浪人になったらもちろん基礎からやっていくっていうのはもう全部の話やねんけど、特に今まで逃げてきてた苦手科目っていうところにフォーカスを当てて勉強する。でまたそれまた逃げてもうたら夏迎え秋迎えってなったらまた点数上がらへんってなっちゃうから、この時間がある春とか新学期とか迎えるあたりでもう苦手科目を克服するようにもうそこに時間を当てていくっていう勉強を俺やったらするかなというふうに思ったから。夏以降に苦手は克服しようなんて思ってる時間ないですもんね。しかもやっぱり苦手って点数を上げる労力が絶対得意科目を上げる労力より簡単じゃないですか。簡単やな、うん、80点を90点にする労力と20点を30点にする労力は格段に後者の方が楽なので、うん、楽やな。っていうところでまずグッと苦手科目をね底上げすることで、うん、まず全体的な偏差値上がりますよね、うんうん、っていう2点でしょうかね。そうね、はい、基礎から始めると、苦手科目を克服しに行くこと、うんうん、はい、この2点を、アドバイスとして送りたいと思います、はい、はい、それではこの動画はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。